はいみんな、わしやで、熊五郎のおもちゃ箱へようこそ。さあ、本日紹介しますのはこちら。パーフェクトセル、イエーイ。はい、ということでね、皆さん来ました。パーフェクトセルね、SH フィギュアーズから出ておりますね。私はドラゴンボールの中でも屈指のね、セル完全体好きでね、本日はこの可動式フィギュアを手に入れましたので、早速一緒に見ていきましょう。はい、ということでこちらのね、SH フィギュアーズから出ています、パーフェクトセル。高さは約17、8センチほどですね。いやー、なかなかね、細かい造形、付け替えパーツも多くてね、結構遊び応えがありそうなフィギュアですね。うん。結構表情も豊かですね。うん、これはなかなか面白いですよ。またね、このセルのね、このまだら模様があるでしょう。これがね、なんかね、もうちょっと掘ってあるんですね。うん、溝があるっていうかね、結構芸が細かいフィギュアですね。よし、じゃあちょっと早速ね、ちょっと手に持って遊んでみましょうかね。はい。はい、ということでちょっと手に取って見てみましょうね。ねえ。表情ね、セル特有のフンっていう笑い方がね、聞こえてきそうですね。うん。で、ここの溝のところが放ってあって結構芸が細かいです。首は、まあ結構こういう動きが、首が取れちゃった。できたりとかね。あららららら。ちょっと関節が緩いかもしれないですね。うん。ちょっと上に向かしたり、下に向かせたりは、ちょっとあんまりできんかな。あんまちょっと無理にやるとね、結構関節が引っこ抜けちゃうんですよ。うん。ほんでね、あ、肩干渉せんように、ここの肩パッドのところは、こう、パコパコと取れるようになってますね。うん。腕の可動性は結構いいですね。うん。外転もかなりいきますね。オッケーオッケー。ほんで、肘の屈曲は、まあ、そうやね、100度手とかかね。ね、外旋、内旋も抜群です。ね。手は、ボールジョイントでよく動きますね。ほんでね、そうだなぁ。ここ。あー、また取れた。ここね、なんでかわかんないんですけどね、こことここのパーツがめちゃくちゃなんか抜けやすいんですよ。ちょっとね、姿勢変えようと思っただけでも、ねえ、なかなか、ねえ、ダメやしね。ここら辺がちょっとね、この、伏せる惜しいとこですね。ここ下手に触れないんですよ。ね、うん、ゆるい。ちょっと緩いんだよ。ほんで、足。足はちょっとここのね、鼠径部のね、パーツが、ちょっと干渉して、ここまでしか上がらんかな。ね。逆に後ろはめちゃくちゃいくね。うん。うん、横開くときもちょっとここが干渉しますね。膝の屈曲はこのぐらいでしょうか。まあまあまあ、十分じゃないかな。ほんで、ここなんかイラスト調のね、シワがついてて面白いですね。で結構ここまで足首ね、いきますね。うん。あ、でも、あれやね、ここ足首のここら辺自体はね、ここの硬いのソケットが結構ね、干渉して、あんま動かんね。うん。ほんで背中はね、結構かなりね、表情つけられますね。すごい動きますよ。うん。ね、結構ね、そやね、可動性がかなりあるフィギュアです。ほやから結構その分ちょっとぐにゃぐにゃーとするんでね、結構指定のポーズを取らせるのは結構大変ですよ。ちょっといろいろポージング取らせてみましょうかね。はい、ということでどうでしたかね、パーフェクトセル SH フィギュアーズね。ちょっとね、僕のやつはちょっと個体差なのかね、なんと言いますかね、この胴体部分がすごい泣き分かれしやすいんですよね。うん、これはちょっとなかなかね、難しいフィギュアでしたね、僕にとってはね。まあね、ちょっとね、そうやね、もしかしたら他の僕以外のフィギュアやったらそこまでね、
関節の緩さはないんかもしれないですけど、ちょっと僕のセルオさんはちょっとね関節の緩さは否めなかったですね。まあ、ちょっとねそこら辺も踏まえながらね、また皆さんもねちょっと手に取ってみるのをおすすめいたしますよ。はい、それでは本日はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。